どうも、皆さん元気ですか？アリーナ事務所にようこそ。アリーナちゃんです。そしてぜひ、ビズのミュージック移動、ショートバージョンのミュージック移動一緒にチェックして続きましょう。そして今回、もちろんまだ3曲。そして、アイノバックダンのミュージック移動から曲、一緒にチェックして始めましょう。はい。3、2、一、五。へえ、短い髪の稲葉さん。愛の爆弾。いいね。お、なんか。慌てなかった。ちょっといつもよりもっと長いなミュージックバージョンかな。ええや。はい。まあ10秒だけにちょっと長かったけど。まあ、いい曲、この曲、まあ、I'm Back という曲、いい感じだから、ミュージックビデオも、いい感じ。そしてなんか、そして、なんか、稲葉さん、短い髪で見るのは、やっぱりなんか、珍しい。なんか、まあ、普通にもっと、まあ、長いというか、こんな感じの髪、一番、なんか普通 そして一番好きだから。じゃあ次の曲はミュージックどうも。裸足のメカニ。はい、ライブ映像、フル曲もチェックしてみましたから。ぜひこの、まあ、ミュージックどうか、ライブミュージックどうみたいな動画、一緒に着してみましょう。3、2、1、ゴー。ははー。ライブミュージックビデオですね、みたい。いいですね。かっこいい。ナイス。それ、なんか、この、ショットっていうか、パンツの、
の、それ、太陽？太陽、あー、かな？爆弾かな？みんなも思ってる。太陽かな？はん。いやあ、まあ、はい。はたしなめぎみでした。ショートバージョン。ショートバージョン。ああ、まあいい曲、ライブ、この何年のライブ、まあ、わかんないけど、めちゃくちゃいい。まあ、普通に曲の雰囲気。めちゃくちゃいい。リズだから。はい。はい。そして、3曲目。先日、チェック、初めてチェックしてた曲。さよなら、傷だらけの日々を。そして、ミュージックビデオも、ぜひ一緒にチェックしてましょうね。曲、めちゃくちゃ。まあ、気に入ってましたから。ビズどんな曲でもめちゃくちゃ好きになってるけど、はい、ちょっと。あ、まあ、とにかく、このミュージックビデオもぜひ一緒にチェックしてましょうね。3人1、こう。おおおおおお。雷と一緒に、なんかビズらしくて。嵐が来る。かっこいい水木の曲に。いいっすね。かっこいい。いやー。はぁ、あ。まあ。はい。ちょっと場所でした。さよなら、傷だらけの日々を。ちょっと場所の水木戸でした。まあ、いいね。なんか、普通にこの、雷嵐みたい来るミュージックビデオで、ビズにすごく似合う。ビズにぴったりでしょ？まあ、いつもビズのライブで、まあ、いつもじゃない、でもよく、なんか、雨とか雷とかあるでしょ？だから、それだからじゃない。普通に、この二人、まあ、アーティストとして、本当に嵐みたいでしょ？だからこそ、ぴったりですね。そして本当にかっこよかったけど、短いのはいつも残念。はい。皆さん、どう思いますか？この、ミュージックビデオの曲のこと。この中で、はい、いつも聞いてもらっても、この3曲の中で、さよなら、傷だらけの日々を、愛の爆弾、そして、私の女神の中で、曲なら、一番好きな曲は何ですか？私なら、まあ、普通に曲なら。曲も、ミスキドも、この3曲の中で、多分、1位は、さよなら傷だらけの日々よかな。
かな。そうかな。まあ、そうかもね。まあ、実はよくわからない。あ、なんか。愛の爆弾もいい曲だから、そして、裸足の番組も雰囲気すごくいい、なんかこの、ああ、わかんない。まあ、というわけ。はい。さよなら、傷だらけの日々を1位は、この3曲の中で。皆さんは、この曲の中で一番好きな曲は、そして一番好きなミュージックビデオは、私は同じミュージックビデオも、曲ならも、さよなら日、傷だらけの日々を、好き。他の曲ももちろん好き。けどね、わかってるでしょ。はい。皆さんのコメント待ってます。新しいリクエストももちろん質問待ってます。サリナちゃんでした。この配信によかったら、グッドボタンも、シェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。またね。